ページいっぱいになったら終了だもん。このジャグダーアップロしよう。これ多分ずっと家にいるって感じできないな。ゲームとかずっとやってるんだろう。強そうだけど、一錠しかなかった。気圧痛かもしれないね。あ、それだと思う俺。あとはあるゲームやりすぎだと思う。あとはゲーム全然やってないけどね。今日めっちゃやってたじゃん。なるよ、ちっちゃい画面とかで。でもどっちかっていうと画像編集のあれだと思う。うん、でもそれと気圧痛じゃない。天気急に良くなってもさ、痛くなる時あるよね。雨降る前じゃなくて。でね、かといってなんか腹減ってるとそういうわけでもない。完全に私寝不足だけど、なんか実はしてないからいいな。やっぱあそこ下の方が寝れるわ。あ、そう。なんでくたばれる。で、多分ね、5時に起きるの早く寝ろって意味なんだけど。10回やれば終わるから別にいいんだよ。難しくはないんだけどね。呪術廻戦また1話から見直さなきゃな。途中くたばってたから見てない場所が多い、うん、でも非常に良かった。呪術廻戦面白いね。少なくとも鬼滅よりか面白い。全く鬼滅はね、なんか響かなかったの。なんか可もなく不可もなく。俺全然響かなかった。可もなく不可もなくってたじゃん。ただ、義勇さんはかっこいいなと思った。わかんねえ。何のかあれが流行るんだもんな。何が流行るんだか追求しても全然わかんなかった。キャラ。幽霊のせい。でもあと一人な、こっちのミニアカで出してえな、どうせな。あと一人なんだよ。メガネの人。主人公名前なんすか。ちょっとなんだっけ、稲垣だっけ、板垣だっけ、なんだわ、飯田だっけ、なんだっけ。いや、きっと飯田は違うな。
っていうのはちょっと面白くない。
どん。何その人。ロンドン。わあ。変なの。なんで変だから。え、軍艦マーチが変って言うんだったら、それはそれ作った人たちに言えよ。
寝るは神の神。違う、私は横にいるから寝れるんだって。あ、それは違うよ、お前何を感じる。で、あなたも下で。やだよ、あんな体でとか。ベッド捨てやろ。喉痛いもん、私普通に敷き布団がいいよ。それか、ベッドの下に収納スペースあるベッドがいいね。とりあえず、なんか掛け布団を変えたい、今年こそ。まあ、軽いのにしたら、あれやっぱ重い。腰痛くなるから、あれ捨てる、今年で。ニトリで軽いやつか。別にあるの、しまむらでもいい。ちょっとしたネタで書いて
ワン、ツー、スリー、いくよ。手柄。大丈夫。わざと横についてるんじゃないの、くらいに。